パリロックの1パリロックの1パ,パリのロックは、フランスの首都、パリ市を構成する20の行政区の一つである。第6区、パリロックとも言う。市のほぼ中央、1区の南に位置しており、セーヌ川の南岸に面している。ザカルチュラルセンターレルーサネア、フィサード53流ノートルダムで、チャンプス、クワルティエノートルダムで、チャンプス、パリのロックは、市のほぼ中央にある、行政区。 リュクサンブールクと呼ばれることもある。セーヌ川の南岸に面しており、ルーブル美術館の対岸にあたる区域である。人口は44,919人、1999年。人口の推移等詳細については口述。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区はその6番目にあたることから、 ロックと名付けられた。極からロックにかけての地域はカルチエラタンと呼ばれ、大学など多くの高等教育機関が立地し、古くから学生街として知られている。ロックには国立高等美術学校、パリ第二大学などがある。他に主要な施設としてはリュクサンブール宮殿、サンシュルピス教会、フランス学神などがある。なお、セーヌ川に沿った地域は、 パリのセーヌ川子として世界遺産に登録されている。パリロックの詳細地図、ブッキーニストシュールル・マラケ・カシロックは、パリのほぼ中央部、1区の南に位置しており、セーヌ川の南岸に面している。面積は2.15平方キロメートルで、20区のうちで5番目に面積が小さい。北は、セーヌ川を挟んで、同じパリの行政区である1区に接している。南は、 芸術の街、モンパルナス地区のある14区及び15区に接している。西は7区に接し、東は5区に接している。5区とは、カルチエラタンを形成しているが、モンパルナス界隈を含め、サンジェルマンイコールデイコールプレ界隈とは密接な位置関係にある。パリ6区のカルチエ詳細図パリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。 ロックを構成する四地区の高度と名称は次の通りである。ロックの人口は1911年に102,993人となりピークに達した。しかしその後は減少を続け1999年には半分以下の44,919人となった。2005年の推計では45,200人と見積もられており、 人口の回復が見込まれている。また、人口の減少とともに、人口密度も減り続けており、1999年の人口密度は、ピーク時の半分以下の2854人となっている。人口の推移の詳細は、次の通りである。リュクサンブール宮殿ルプロコップフランス学士院、右に、ルーブル宮殿エコールナシノールスーパーユールデボー、アーツリーセモンテーニュ。 デューオーギュストコントパリ造幣局博物館、コンティカガン、リューデメディチーズビュー。ジュパスセージでエル、オーディアン、メトロセーブルバビロヌエキメトロマビオン駅してしま、三類島付近の橋セーヌ川に架かる区内の橋は、次の通りである。パリの広場は、しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の、島を道路が周回するロータリー状の交差点となっている場合が多い。 中心の、島部分は、オベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトワール外線門があるシャルルド・ゴール広場は、世界的に有名である。ロックの広場や、交差点には、次のようなものがある。ラリュージュ・ジャーディネット・リューオ・トゥー・フイユ、サン・ジェルマン・デプレ広場。ありがとうございます。